FIFAW 杯カタール大会決勝 T1 回戦スペイン0-0 PK-03 モロッコ2022年12月6日エデュケーションシティ競技場。サッカーの FIFA ワールドカップ W 杯カタール大会決勝トーナメント1回戦1次リーグ E 組2位スペイン代表は同 F 組1位モロッコ代表と対戦。0-0のまま延長戦でも決着つかず、突入した PK 戦では3人連続失敗により0-3で落とし、2大会連続の16強敗退となった。これだけの強豪国が場数踏んでもこの結果、何回練習したとか順番の決め方がどうとかよりも大事なのはあの場面で決めれるかどうか。ただ一番難しいのがあの場面で冷静さを持って決めることだと思う。だから PK での負けは仕方がない部分もある。今回は勢いでモロッコに運があったとも思う。決めれなかった選手が悪いのではなく、決めた選手がすごいということ。スペインは苦手とする PK 戦でまたも敗れ、 W 杯での PK 戦成績は1勝4敗に。データ分析会社オプタによると W 杯の PK 戦で4敗した国はスペインが初となり、不名誉なワースト記録を更新。さらに PK 戦で1人も得点を挙げられなかったのは、6年ドイツ大会のスイスに続き2カ国目となった模様だ。試合後、スペインのエンリケ監督は、PK キッカーの最初の3人は私が選んだ。私の責任、とコメント。この試合では延長後半終了前に PK 要員として FW サラビアを投入するも、1人目として登場した FW サラビアがポストに当ててしまい失敗。不名誉な3人連続失敗を呼ぶ結果に終わった。スペインは監督が戦前に言ってたように PK 練習にも十分すぎるほど時間を費やしてたようだが、それでも本番では3人連続で外してしまった。この記事で初めて知ったが、 PK 戦敗退のワースト記録国がスペインとのこと。だから十分すぎるほど練習に費やしたのだろうし、監督自ら PK 要員のフォワードを延長戦終了直前に投入すると、 PK 戦様の作戦まで用意していたというのは驚きだが、それでもうまくいかなかった。やはり技術力だけではなく、冷静さ、集中力等メンタル的な部分が重要なのだろうが、そう考えると練習量ではなく実戦での経験数なのかな。日本にとっても大変教訓に富んだ試合となった。さらにエンリケ監督が前日会見で、クラブの練習では少なくとも1000本の PK を蹴るべきだと明かしていたため、ツイッターでは PK 戦がトレンド入り。ネット上では PK 戦本練習も全員失敗はやばい、 PK 戦本練習してもこうなら PK ってやっぱ運ゲーやわ、やっぱり PK って運なのかな、わら、それとも1000本じゃ足りなくて1万ぐらいやらないとダメとか、 PK 戦本蹴れって言ってたスペインが全員外すんだから PK ってやべえのよ、 PK 戦本がまさかのフラグとは、 PK 戦本ノックのスペインですら PK で負けるということが証明されたやんけ、などと話題になった。日本代表に PK 技術がないとネット中心にバッシングを受けたけど、スペイン代表でさえこのような状況なんだから技術より心理的要素が大きいのだろう。勝てる試合を PK まで持ち込んでしまった、こういう考えが強い方が心理的不利な状況に陥ると推察する。ここは練習では鍛えようのない部分だし、監督コーチは試合直後で文句も言いたいのだろうが、 PK の練習をいっぱいするより冷静に考えて、走力を磨く、フィジカルを磨く、戦術を磨く、などフィールドプレーの質を高めるのに力を注ぐ方が良いと思う。ワールドカップクラスの選手になるとノープレッシャーで PK を決められるのは当たり前になるぐらい練習はしてると思う。
なので練習量を増やしても無駄で、ワールドカップで PK を冷静に蹴れるかどうかはその人の元々の性格だと思う。W 杯はサッカー選手にとって世界最高の舞台です。ユーロ、コパアメリカ、CL もすごい場所だけど、 W 杯には W 杯にしかない緊張感があるはず。舞台慣れしたいけど、ワールドカップは4年に一度しかなく、さらにそこでの PK なんてそんなに何度も経験できるわけではない。もちろん PK の練習は大切ですし、決して無駄ではないはずだけど、 W 杯で蹴る PK を再現することはできないと思います。有識者が PK 戦は運もあると言ってるのに素人がいや違う、日本の技術不足だって必要以上にキッカーたちを叩いて、試合自体はいい内容だったのに荒探しし始めてた。誰も求めてないのに悪いところを探しては誹謗中傷して、あまり見てて気持ちの良いものではなかった。だからこそ、日本にもスペインにも言えることだけど、 PK を蹴った選手を責めるようなことはあってはならないと私は思っています。どれだけメンタルが強くていいコースに蹴ることができても、 GK のファインセーブで止められることもある。その場合は素直にキーパーを称えるべき。私から見て、あまりクロアチアと日本に大きな差はなかったように思う。優勝を目指す上ではもっと上を求めていくべきなのはそうだけど、今くらいは頑張った選手たちをお疲れ様、勇気やワクワクをくれてありがとうとねぎらってもいいのではないかと思います。とはいえ、まさか無敵艦隊スペインがベスト16で終わるとは、スポーツは何があるかわからないからこそ面白いですね。クロアチアとブラジルも何があるかわからない。日本は敗退に終わりましたが、 W 杯はまだまだこれから。引き続き楽しませていただきます。4年後も楽しみにしてます。枠を外してもチームを代表して全てを背負って蹴ってくれたことに感謝するべき。それが応援するファンとして選手たちに届けられる唯一の、そして最大限の敬意ではないでしょうか。選手と違って国が負けてもファンは何も失わない。だから批判せずに夢を見せてくれてありがとうと言ってあげたい。